地震が発生しました。避難を開始します。 JR 西日本は和歌山県白浜町で列車が走行中に南海トラフ地震による津波が発生したという想定で避難訓練が行われ、町内の小中学生らおよそ95人が参加。参加者らは緊急停車した列車のドアから避難はしごなどで線路に降り、高台の避難場所である小学校へ向かいました。降りるのが難しかったなと思いつつ、すごいいい経験なんで増やしてもらえたらすごいありがたいです。この経験を忘れずに、本当に地震があったらこの体験と同じように逃げたいと思います。 JR 西日本では一人でも多くの人に災害時での逃げる術を知ってもらうために、今回のような訓練を継続していきたいとしています。